浮島に神殿のような建物が見えるね。そうなの。逆に他に目立つオブジェクトがあまりないの。近くまで行ってみるのです。またなの。そう遠くない距離から聞こえるのです。皆さん気をつけるのです。狼のモンスター。こいつも初めて見るタイプだね。よし、みんな行くよ。なかなか手強い相手だったな。ねえキルト君見て、神殿の入り口に異界ゲートが出現してるよ。本当だ。今戦った狼のやつは神殿の門番ってところか。行こう、ゲートの先に何かがあるはずだ。こいつは随分と不気味な世界じゃねえか。ここは煉獄ステージの変遷ですね。この変遷は僕にとって忘れることのできない景観。ハルとちーちゃんを裏切ってしまった忘れることのできない思い出と共にあります。おめえたちも喧嘩をしたんだな。そういうクラインさんも。いや、俺は喧嘩っつうほどじゃねえけど、キリトとは出会ってすぐ別行動をとって、それからしばらくは全く会わなかったんだ。まあなんつうの、一言で言えば攻略における考え方の相違ってやつかね。そうなんですね。僕たちの方はそんな高尚な感じじゃなくて、単純に僕が悪かっただけなんですけど、クラインさんとキリトさんにもそんなことがあったんですね。それだけで少し許された気がしました。ダチっつうのはよ、喧嘩しねえことなんてねえのさ。むしろするのが当然。何度もぶつかり合って、それで互いの距離が縮まる。
だからそれを恐れてちゃいけねえよ。ありがとうございます。僕はこれまで2回過ちを犯し、それで2回ハルと戦って、そして救われました。だから3度目の戦いはただ純粋に競い合えるようなものにしようって2人で約束してるんです。いいじゃねえかそれ。本気で戦い合えるこの仮想世界ならではの約束って感じだな。はい。タク、クラインさんと何話してるんだ？ああ、ハル。いや、なんでもないんだ。なんだよ、教えろよ。ハル君たち、少し静かにするの。緊張感が足りないの。ああ、そうですよね。すみません。